はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アークトレイザールネッサンス、ブラッドプールをやってますけれども、ちょっとフィルモア戻って何かあるか気になるので確認していきたいと思います。ここつながりそうだよね。ちょっとやってみよう。フィルモア地に降り立つ。懐かしきフィルモア。再びで、ちょっと待ってね、こうでこうで、あとちょっと待って、こうでこうでこう、なんかもう何も起きないかな。ストーリーをクリアしました。あ、あっち行った、あっち行った、向こう行ったんじゃない。ちなみにさ、ここ通じる？あ、ここは通じないか。資材は資材で一応回収しておこう。ここは砦で6までなんだね。少し小さいか、フィルモアの方が。フィールドがなんとなくだけど、でもこれほったらかしにしとくと、またでも魔物が襲来してくるのかな。てか、なんかやることない。ちょっと神殿覗いてみよう。祈りはございません。まあいっか、ちょっと待って、なんか永久にこうでき続けるから、少し発展、おおおおお、なんかある。大海原、漁師たちは日々遠くの海へと漕ぎ出そうと挑み続けている。海は恐ろしいもの。神の啓示の他に方角を知る術を持ちません。なるほど、コンパスがあればいいんだな。そんなもの持ってないぞ。で、何個かあったね。憧れのログハウス、人間たちに500個資材をあげる。フィルモアの片隅に暮らすとある住民は風変わりな望みを訴えている。変わり者は他の住民たちが個性的な家を暮らしたい。資材がいっぱい必要で資材が足りません。ちょっと気になる、どんな家を建てようとしているのか。ちょっとやろう。資材なんていっぱいあるでしょ。だって授ける資材、とても喜んでおります。あの者の建てた家は今まで見たことない作りをして、民は目を見張っている。なんかくれた。え、何くれた。憧れのログハウスクリアした。フィロトス、てかフィロトスのレベルも上げよう。てか俺のレベルも上がったし、やった。でさらにもう一個あったよね。マンドラゴラ討伐、巨木が生み出す小さき魔物マンドラゴラ10体倒す。やろう。てか魔物まだいるんだ。え、どこ。巨木にマンドラ、これログハウスか。こんなところに建てたんだ。まあ、確かに海辺にこういうのが建ってるといいよね。方位を示す道具を授ける。いや、それはもうちょっと持ってないからね。多分別のところで手に入れるんだろうけど。ワンドラゴラ10体を討伐する。これがよくわからん。どっか中いんの？巨木って言ってたよね。え？ここら辺が怪しいけど。なんかそれっぽいものはないしな。なんかわかんねえ。まあいいか、とりあえずレベルが上がったんで帰ろう。ワールドマップへ。じゃあちょっともう一回ブラッドプールへ帰りましょう。ブラッドプール再び。あ、隣町のフィルモアと道がつながった。お、いいねいいね、交流が始まった。フィルモアに技術を伝えるための架け橋。フィルモアの方がなんか見下されてんな。こっちが技術提供してあげてるよみたいな、なんかそんな感じなんだけど。で、ちょっとアイテムを使おう。
ヒロトスを全部使ってレベルが上がらん。ダニエラもちょっと全部使ってレベルアップ6。さて、資材的にはもう大丈夫だよね。行きますか。絆、氷の魔法が手に入る。報酬に書いてあった。まず対テディ用に向かわせるか。魔法が効かない敵が出てきたらちょっときついよな。でこいつらの弱点、広範囲でいけからの雨1。よし、これで多少稼げる。あと頑張ってくれ。で召喚はまだできないか。召喚できるようになったらちょっと一回雨っていうか雷でヒットポイント減らして消えよ。召喚完了。ピロトス、こいつどうしよう。まあいいや、一応ここにやっとこう。他に敵が出てきてないしな、頑張ってくれ。でマジックパワーは早急に。ああ来てんな。やっぱフィロトス向かわせた方がいいな、こっちに。でこいつだって何の魔法も効かないの。いや弓は強い、普通に。フィロトス、うん、待って待って、リンゴ食って回復させて耐久度を。フィロトスじゃなくてダニエラ、ちょっとこっち。あ、ちょっと待って待って待って、来た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 、やっぱりこっち。こいつちょっと厄介だな。で柵を置くか。じゃあここ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 らへん。アイテム50、ヒットポイント回復。これで割と耐久度は回復してくれっかな。ちょっと待って、ヒロトス大丈夫か。あと適当にちょっとこいつらぶっ倒す。雨、太陽、倒した。柵、リンゴ、おお、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。魔法どれだ、効くの。これか。消えなさい。魔法陣強えな、効くやつにはすげえ強え。回復回復で、こっちからも来てんじゃん。フィロトス、貴様の出番だ、行け。全回復しておこう。最後の魔物の群れ、今回割と楽勝だったな。ってことはもう撃っちゃっていいか。サンダーストーム回復したい。あれまだいる、どこにいる。あ、こっちにいるじゃん。ヒロトス大忙し。こいつは魔法全然効かないんだな。回復いけ、フィルトス、お前の出番だ。強い。撃退成功。お前というやつはまたみんなに心配かけてごめんなさい。私に声をかけてくれればあなたから魔物を守れる。あの城で怖い思いをした。
ダニエラはかっこいい。ウルフツベリーの城へ向かう抜け道がないか調べていた。こっちから攻めなきゃ僕らはずっとここで怯えて暮らす羽目になる。氷の魔法、氷の魔法を捧げます。私にはとても扱うことのできない強大な魔法。英雄は確かに神に並び立つ素養のある特別な存在。ただの人間にも英雄に憧れるほど優れた点がある。絆、ダニエラ銃、氷の魔法。人間たちの様子を見よう。なんか破壊されたのある。これは大丈夫か。ここら辺でどうなってんだっけ。土地レベルがわからん。テリーに教わった未来を信じ変えようとする心。ウルフツェペリーがいる限りこの地に平穏は訪れない。ブラッドプールを守り発展させる。必ず勝ちましょう。真の姿、350人以上。もう350人以上になってない。そもそも我が城に似つかわしくない。なんとも鬱陶しい光。隠れる気すらない侵入者に会うのはこれが初めて。一体何者。天使、サタンの手先たるお前に尋ねられることがあってきた。お前から人間の気配がする。お前は人間だったのではないか。神の力であればお前を救うことができるかもしれない。何がおかしい。天使というのは滑稽だな。人に見えるというだけで同情せずにはいられない。サタン様の夜の翼より生まれた。サタン様の眷属、人間の部分がある。ゼペリンの体を取り込んでいる。姿は大いに役立った。今もそうだ。逃げるかとどまるか、生贄を差し出すか出さないか、そんなことはどっちでもいい。飽きれば殺す。それだけのこと。神に感謝しなくてはならない。必ずお前を殺す。なんか経験値がすげえ増えてくるんだけど。準備は整った。今この時お前たち人間のひたむきな願いが神の失われた力を呼び覚ました。悪しきサタンのしもべ、ウルフツェペリンは神によって打ち滅ぼされる。この時がやってきた。ダニエラを見てください。あんなおどおどしていたものを同じ人間とは思えない。じゃあ行きますか。あれ、解放挑戦中。こっちから行くのか。ワールドマップから降り立つ。アクト2。巻物とか全然手に入れてないからね。降臨。ブラッドプールアクト2。氷の魔法が使えるようになってるんだよね。前方に氷の刃を。痛っ。え、ちょっと待って、そういうこと。調べる。スクロールを獲得することで増加します。いや、まあそうなんだけど、あれを魔法石落とさねえな、こいつは。全然ん、これどうやって行くんだ。こっち行って、こっちゃあ。結構広いからね、このマップ。すべてを探索し尽くそうとすると難しい。めちゃくちゃだって今上に上がってるもんね。
外国もよくわかんないし、よし、攻撃力20、下に降りちゃっていいかな。しゃがみながらやろう。しゃがむと防御になるし。あ、今なんかあっちにあったな。もういけないかこれ。二段ジャンプとかないからね、まあ、しょうがない。ちょっと倒していこう。憂いを断つ。あれ誘導するの？誘導しないのであれば破壊するのみ。かわす。よし、魔法攻撃20。中間ポイントまで行けば回復できるけど、まだ中間ポイントでもなんでもなかった。キーン。痛い。回復ポイント。結構無駄な空箱が多いね。うん、待て、こう意味あるこれ。お、マジックパワー一応壊してこう。魔法石にもなるし、ここからやれば当たらないせいです。ここ、お、みっけ。この災害マジックパワーってさ、この土地だけ？それとも永続なの？それが分かんない。永続だったらもう取ってった方がいいよね、前の土地に戻ってでも。え、何これ。壊せないんだ。外に出てきた。ここ今古城に来てんのか、古城に来てんのかってそりゃそうだけど。よし、魔法攻撃50。なるべくマックスには持ってきたいよね。痛い。ん？でもこれさ、ああ、まだ行きたくない。ちょっとこの上とか見たいんだけど普通に。え、どっちだよこれ。ちょっといけねえですけど。え、どういうこと。ほっほっほっ、ルートがもう一個あんのかな。はい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 。かわせんな普通。え、マジであそこ開いたけどさ、なんで俺こっちに来てんの、意味が分かんなすぎる。オリオス、やばい、すげえ謎なとこに来てしまった。うわ、落っこちた。いや、めんどくせえここ。はいはい、ちょっとこっち行こう。左になんかありそうだったけどな。そろそろ溜まりそうだけど。よし、オッケー。あれ、なんだ本当に。下も気になる。これ戻れる？戻れねえ。ちょ、バックステップがあるのか、そういえば。あの下何だったんだろう。まあ何回でも来れるっちゃ来れて、もうボスじゃねえかよ。人間体だ。必ずこいつ攻撃してくるよね。スキオの巻族ウルフツェベリン。
まあいいや、ちょっとめんどくさい。おお、とっとっとっと、なるほど、そういうことか。下にいるときも来てる、食らう。いてててててて、てもうちょい、あと一発か。これは押す、で消えた、終わりだ。あれ、ちょっと待って、もう一段階あんのかよ、魔法。え、これ何、もう一回、やばいやばいやばい、どっちだ、勝った。クリティカルヒットだったかな、あ、黄色で。それとも効かないのかな。まあ、とりあえず倒した。ウェルフ・ツペリンが倒れたっていうのかな、これ。神の勝利だ。私を支配していた長き呪縛から解放された。ブラッドプールでかけがえのない人々を守り生きていく。私に宿った使命はあなたと共にある。宝玉を捧げます。ウェルフツペリ見事倒した。結構危なかったけどね。地下牢に地下に住んでいたダニエラに気づいていなかったんでしょうか。どこか人間の心が残っていた。解放、よし、レベルアップ6。 SP が増えてくれるのが本当ありがたい。新たな場所へ行くか。とはいえここの古城は残るんだね。こっち側は行けないのかな。やることはないか。ちょっと一回戻ってワールドマップ、では次の土地はここでいいのかな。マラーナとかいける。レベル9、結構だな。ちょっと全部見てみよう。全体を見渡すことはできない。ここマラーナ、カサンドラ、アイトス。アイトスはレベル7か。ノースボールはレベル12。ここが一番のあれか。こっち側はない。なるほど、そういう順番か。カサンドラはいける。ちょっと待って、じゃあ次カサンドラを解放するところからやっていきますか。ブラッドプール編はこれで終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。